可愛くないですか？可愛いでしょ？なんか幼稚園生の子供がいたらこんな感じじゃないかなと。はい、すみません。この実感がなんかちょっと怖かったんですけど、今はめちゃくちゃ楽になりました。もうこれをやっぱり人間ってなれるんですよね。はい、僕はもう大丈夫です。いちごがいい？熱いよ。みんないちご好きだね。